ヒラノ仕様、新広告の顔。CM 戦争はコミュニティに衝撃を与えた。最近注目を集めているのが、元キングプリンスのメンバーで、現在は飛べ率いる3人組ダンスグループナンバー、愛のメンバーであるヒラノ仕様だ。彼の広告効果が話題になっている。広告商品の出荷数は前年比約230%増と報告されており、広告業界では今後も激しい競争が予想されている。 平野は2月10日から種類、サントリー、緑のテレビ CM に出演し、東京03で共演の勝田秋広と共にコミカルな演技を披露した。熱意あふれる企業力が伝わる演技で、サントリーは55億円を投資すると発表した。特に新ブランド、緑は平野を中心に展開しており、その宣伝効果が商品の売り上げに大きな影響を与えると言われている。週刊女性のプライムシフト生活者によると、 サントリーは2月5日から18日までの2週間で緑度から間間の出荷数が前年比約230%増加したとコメントしているが、これは広告の効率だけではない。総合的なマーケティング戦略の成果として評価されます。SNS 上では平夜ファンが変わる変わる購入を報告するなど、広告会社の影響力の強さを見せつけた。例えば、 彼がイサドラウォーテ・ YSL のアジアアンバサダーに就任した時、YSL 表参道には長蛇の列ができ、その日の E コマースの売り上げは540倍に増加しました。さらに、平野がルエビトンとコラボし、インスタグラムに高価なアイテムを着た写真を定期的に投稿したところ、EC サイトでは同様のアイテムが売り切れるようになった。その宣伝効果の高さから、平野はデジタルハリウッド大学の CM にも出演し、 テレビ朝日、ミュージックステーションの2時間スペシャルで特別 CM が放映された。広告界では平野の広告効果が極めて高いと認められており、その功績は旧ジャニーズ時代から圧倒的だ。かつて T&G ジャパンのエアラインケアブランド、ファブリーズの広告に出演し、その後広告担当の交代に伴い新たなエースとして活躍した。以来、 ルイ・ヴィトンとのパートナーシップやイサドラ・ボーテ YSL のアジアアンバサダーとしての活動など、その存在感はさらに高まっています。ただし、広告の効果には、2位、その側面があります。以前の広告の成功が影を潜め、広告が削除されると売上が減少するケースもあるようです。こうした状況を受けて、平野の広告代理店に興味を持つ企業も増えており、新たな CM 出演情報も広まっている。例えば、 旧ジャニーズ時代に出演していたボシュロムジャパンのコンタクトレンズの CM に再び起用される可能性もある。一方で、平野の活躍はグループ全体に好影響を与えており、3月2日にはナンバー、愛のテレビ出演も予定されており、グループの成長を予感させる。滝沢秀明率いる戸部は3月のドムショーに向けて勢いが増しており、人気抜群の平野が主力トラムとして引っ張っていくことが期待される。 そんな中、広告合戦は激化しており、彼のその後の活動が注目を集めている。私たちを驚かせ、コミュニティに新しいトレンドを生み出す新しいタイプの広告は何でしょうか平野仕様の躍進はまだまだ続きそうだ。